メカです。メカです。エコです。メイラです。アリアです。ユナです。ピンク。ラテ。ピー。ピー。はじまーす。はい、今日の企画は、みんな特徴を分かって、うん、はい、じゃあみんなで最初の話をしていきましょう。じゃあ、私から特徴に行きます。私じゃん、こっちにアリアやん、はい、考えといてね。はい、みんなかの最近の特徴は、あ、すごい良い最近のテストが多くて、ね、終わったと思ったけど、ちょっと、ちょっと、勉強はすごい、少ないけど、なんだあのね、先生は、私と比べて、勉強マスター、やりたくない。で、アリアなんですけど、アリアは最近、まあ、ヒミカと同じテストとかもあるんですけど、なんだろう、なんでしょうね。そうですね、あ、最近撮影が再開し始めましたね。はい、はい、それだけです。それだけです。うん、それだけです。あと学校のこととか何かありますか？学校は特に特に、うん、いや、通常授業です。私もです。エコはエコ、エコはやっぱり学校が始まって楽しいですね。最近寒いんですよ、そして。うん、寒いよね。最近寒い。暑くないでも、うん、暑いでも。最近どんどん暑くなってくるね。うん。で、あの、学校の勉強がオンラインの塾のおかげで、ちょっとね、分かるようになりましたね。おお、それは最高じゃん。はい、めっちゃ良かったです。ねえ、ちょっと乗ってらっしゃる感じでね。じゃあ、ユナ。なんか、ユナは今、部活の体験入部が始まってて、私、今、吹奏楽部には体験入部してるんですけど。あ、そっか、まだ中1か。で、あの、ドラムをやったんだけど、なんか楽しくなって、パラーってやったら、なぜか、え、上手だねって言われました。いいじゃん、めっちゃ叩きまくってただけなんですよ、これ。で、7月になったら初めてのテストがあります。あ、なんだ、頑張れ。絶対無理、やばいです。頑張ります。頑張れ、頑張れ、頑張って。ひたすら勉強だ。そうだね。ネイラちゃん、お願いします。はい、ネイラは学校を通常通りにも始まっています。でもうすぐからテストがあるんですけど。あー、マジか。レイラちゃんって小6だっけ？中1。同い年。中1だっけ？テストがやばい。これがなんかね、休校してたからね。テストはもうやめもりもりもりやん。それな、あの、社会が全然もうダメ。やばいよね。めっちゃ社会の地理はやばい。歴史はいいの。歴史はね、できんの。だけどね、地理はね、あ、しんどい。僕もさ、言ってたんだけど、最近本当に寒いよね。うん、寒い、寒い。エアリー暑いんだけど。エアリー暑いよね。寒いよね。だからちょっと水鉄砲で遊ぶわ。ちょっと私、海行ってくる。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ただいまさん、ひめかちゃん、テストいつある？テストは、今日でしたから、明後日あります、明後日。え、マジ？明後日？早い。そう、だから今も勉強道具を持ってきてる、ここに。マジで、えら。マジ、えらい。このポーチ可愛くない？可愛い。めっちゃ可愛い。お気に入り。最近買ったの？うん、そう。で、中身は、ハーシーズのさ、めっちゃ、これめっちゃ怖い。ハーシーズアリア大好き。あと、女子力高めの、このディオールの香水よ。香水じゃなくて、かわいいでしょ？かわいい。そして、インスプリ。まあ、アイライナーですね。そして、まあ、アリアコンタクトつけてるので、この、あとは、これは口紅です。ちょっと真ん中が空いちゃってるんですけど、ドーナツみたいな感じで、とても可愛いです。
はい、以上でポーツの中身でした。すごい女子力高い。そうでしょ。リナちゃんなんかだんだん可愛くなってない？そう。あら、なんか嬉しいわ。いや、リナちゃんでしたね。リナちゃんね。あ、リナちゃん、ちょっとごめんなさい。リナはなんかだんだんちょっとなんか赤いっていうのかな。ベッティング染まっちゃって。赤い日が。デミ色に染まってる。そういえばさ、アリアちゃん誕生日だったよね。おめでとう。ありがとう。嬉しい。ありがとう。ありがとう。アリア嬉しい。アリアね、今年の8月で14歳になったの。おめでとう。本当だね。ありがとう。リナは今度寒くなっちゃってね。なんかちょっとなんか暑いんだよね今。すごい暑いよねやっぱ。暑いから、あ、水鉄砲あげよっか。ありがとう、もうつけても。寒い濡れちゃうよ。寒いなら手袋あげよっか。すごいいっぱい出てくる。やっぱさ、夏とさ、冬をミックスさせるべきだよね。そうね。すごい、なんか、ちょっとなんか、ガッツリかな。学校で今、なんか体力測定みたいなのやるんだけど。ちょっとみんな、大丈夫？大丈夫。私、ピティよ。ピティさん、ピティさんよって。はい。緊張報告会でした。はい。どうでしたか？どうでしたか？みんなみんなのことを知れたと思うので、よかったらコメント欄にみんなのこともあってほしいです。お願いします。お願いします。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。We'll be right back.